宝庫古海大橋は台湾宝庫県にある宝庫諸島の白佐島と両沖縄島をへがてる久門水道に架かる県道203号の海上道路橋。西諸島外海を結ぶ唯一の橋であり、宝庫諸島の重要な交通手段となっている。改築を経て2160メートルから2600メートルとなり、台湾発の海上橋かつ台湾最長の橋でもある。 本土昇華圏と、ウリン圏の境に架か,かる、西良大橋と共に、遠藤第一長江の別名を持つ。なお行政院などで、完成時において、東アジア発の海洋大橋だった、胸を歌っているが、これは解釈基準の違いによる表現と考えられる。古海大橋開通前は日東間の唯一の公共交通手段は、久門水道を通過するフェリーだった。 この海域は平均秒速3メートルと潮流が速く季節風の影響で陶器はさらにその勢いを増すため結構することも多かった。1960年から台湾省政府による長年の調査を経て1965年4月に着工、1970年に竣工、開通した。これにより住民は二等間の往来や西所住民の方庫本島へのアクセスは 危険な回路を避けて安定的なものとなった。2001年に行政院文化建設委員会主催の台湾歴史、建築百景に選出されたほか、2003年に急遽が県の文化資産に指定された。陸上のアプローチスパン部3061メートル、海上築定320メートル、橋梁部2160メートルの総延長5514メートルだった。 観光需要を見込んで、白砂島側通量雇用に通ずる四線345メートルを含んでいた。幅5.1メートルで対面通行だったことから、橋上7カ所に幅8メートルの対比レーンが併設されていた。20トンの車両に対応し、下部は200トンの船舶航行が可能だった。長年の潮汐や海風の侵食。 軍用を含む大型車の交通量の増大により、次第に劣化が目立つようになり、1983年から1996年にかけて段階的に改築が行われた。航路総局は延命を図るべく様々な手段を講じ、1977年より、再塗装、翌1978年に、橋桁六本が掛け替えられた。1984年から、 国内の業者6社によって6工区で異なる広報での防腐処理を行って経過観察をしたところ効果に疑問符が付けられた。同年より橋そのものを再建することが決定したが、軍部は安全上の理由により全区間蓄定式での再建を要求した。しかし、方向案の推移、水流、生態、漁業への影響が大きいとして外部に委託することになった。 中華古門工程史及び国立台湾大学海洋研究所、国立成功大学水理研究所の調査研究と漁民の権威により両端をコンクリートによる完全防水の築堤、中間部分をステージで覆われたリップラップ式とする方式が決定された。北東側の白砂砲は桁長40メートルの2本のアーチ橋、南西側の西諸型の桁長50メートルの公共、 桁長30メートル3基のコンクリート橋で、橋梁下を船舶が航行できる区間340メートルを確保している。1991年に中間区間が施行された際に、県の要求で、リップラップ式の築堤部分609メートルは、桁長30メートルごとの20基の橋桁に改められ、船舶が下部を航行できる区間は940メートルに拡大した。 三段階に分けて工事は進められ、第一段階は総事業費2億1700万元を投じて1984年7月12日に、寄港、1987年8月31日に、観光。第二段階は、第一期が1987年9月1日に、寄港、1993年2月10日に観光。 第2期は1991年3月11日に寄港、1995年6月20日に完工した。同年10月より旧橋橋桁の撤去作業が始まり、1996年3月14日に完了し、当時の総統理陶器も祝賀に参列した。第2段階で8億3000万円が投じられ、総事業費は10億2800万円となった。 改築後は、橋梁区間975メートル、築底部分1519メートルの全長2494メートルとなった。橋面高さは13メートルで、拡幅された路面は幅9.5メートルの上下系に、車線の自動車レーンと幅3.5メートルの歩道で構成されている。診療のせい、はじめじ周川公設館、ことう属、ん停止乗越し。 いつきじん、もうかそしり、めぐみしかも不治性必ずいわく11月と、ゆずり派生、十12月ごし寮生、しかもごみん不病、ぜちせい。なお部屋し、交通ため、かなめ、ずその所有来社員たしか、宝庫とううつ案会そわのしょう、縮小継承自民国34年うついん幸福後、節堅ちおまこう、ぼん活代賞当初64。 その人高速多周巨魔高、白砂、西署三島、周玉木巨神、病閣一方、王王熟老俳空、小旅不良、巨民超有望用の端。元首、将校奥見関各民ため年、ここ、命、台湾省政府厚炉局成立報告会、大橋皇帝所、鳩子、在位、光立大橋、秘連三島ため一定、広尻。その名 御会社、二木実成、平塩民国五十四年五月、まで五十九年十二月かたつ下旬時。橋町二千百六十公尺、府、海中路程二百二十公尺、陸上新路三千六十一公尺、大洋樹支線三百四十五公尺、共比審大兵一億四百五十万年。行来元首順順、忠志志るべ、陽義和公、伊沢命、 軍民協力そこをなり、その間、表現作方、蘇節遺憾、優位アード書普及者。今際、鯨じら口、父耳に地腰、不幸病の聡明急流の剣、発射不熟、人慶安乱不おもんみやりひへ、いつきの広ろむ文化の交流、かつ、おまされえ、千通る、軍民のルてんゆゆう、る便、都市、し、和わ風物、清み、足備えゆうかん、とくその四次園耳、 一万鉄未道高区西営営、彼、ね、と譲り派、腰、両所担ぎかな。利ココ、建築協領、便利交通、集大総有規制、絶チガ国事古保民貧民、即目交通建設ため主要。春秋時代、停止ためすけ総要その上語師、冴渡りゆきと、申し笑いその不幸とおさむ教科張り、稔の義し将恵賞、めこと非異性の道。 高古東大湾海総和の省、形成兼用、しかも交通不便、民国三十四年、大湾幸福、節県治代魔港、活大省当初六十四、人工多宗教魔港、白砂、西所三島、その間互い各大会、通行困難、ごと風ぜ巨老俳空、修行有権。相当、省皇有名及びこれ、ためはかりごと島民交通便利。 特命、大湾省政府光立古海大橋、森民業。大湾省交通諸行路局省、この高校庭、お民国54年教皇、至りリ59年12月の告げ完成。橋町2160校尺、月立海中陸庭320校尺、陸上新炉3061校尺、大洋樹脂船345校尺。 友ひしぐずへ一億また四百五十万円。この皆なゆ相当得意の書簡めし、ぼんく同心、軍民共作、陰講いさおいのち、このお国期間春。海速皇帝進行期間、一個へ喧騒、しかも収納突破十々の困難、不わずか、表現喧嗅く,くの精神、実るまた、かつそ移り山展開のジングル。京長皇、ガハ、落ちがすみ会、天関公の勝景。 名称旅の観覧、無収集派等の観、徳群民天誘乗り、皇妃はじめ堂、兄偶然マリア。体系片付けな首相性、雪力 F、楽観血性、有心、謹慎。おもんみ、悟るか、脳衣これ立て橋古会の精神、兵力を全面隔ての、報告会大橋寺54年5月教皇、59年12月、春光、事後最優判。幼児書海島。 天候なそく、涙か琉球、関係一万分、思考中鉄層以外、戦後巡難警本七人。木はここを走った組春、考慮商品の日、面懐巡難諸君冒険反乱の精神、ステミナリ人の転犯、こと関禁式。金六一四年、養子目瀬不暴。金六巡難諸君法名除下、一、民国五十六年十一月二日舟ぶ猫星。 副巡乱者、定分日下げ、男、民国5年1月10日生、宝庫県白砂人。陳月名、男、民国11年12月20日生、宝庫県白砂人。ファンガクイサム、男、民国18年1月5日生、カレン県小吹豊人。最高福、男、民国24年11月6日生、宇津中県清水陳人。 来店隆男、民国38年6月1日生、桃園県中一人。二、民国59年5月6日大量追会、巡乱者、長森、男、民国28年1月1日生、苗栗県南省、人。三、民国十九年五月十四日大、十五港橋、元安総肩にいた落ち身殉乱者、ファン水州、男。 民国21年5月26日生、うつ中堅東勢陳人。台湾省政府交通諸公路局局長、リスズ育経立。中華民国59年12月25日。古海大橋は、両端陸地側の半円状のアーチゲートが著名な観光地となっている。アーチ部には、小海石による宝庫湖海大橋の記号がある。中間部の蜘門水道では魔庫。 西署、白砂、四角署、オケバン、トライ署が一望でき。白砂側では通料雇用とツーリストセンターの量、沖縄島遊郭中心の観光拠点がある。近年では、アイアンマン世界選手権大会の予選としての、アイアンマントライアスロン大会のバイクコースや、報告会マラソンの経路にも組み込まれている。競場の強風もコースの特徴。報告健康社外、線が、 マコ市街地から三つの島をまたぐ路線バスを運行している。古海大橋両端で古海大橋、京都を2カ所の停留所がある。マコ市街地及びマコ空港から台湾吉行き架ぐ北幹線が発着している。ありがとうございます。